ジャンクリストフ・マイヨー2010年。ジャンクリストフ・マイヨーは、フランス・トゥール出身のバレエダンサー・バレエ指導者、振付屋である。バレエダンサーとしてのキャリアを、足の負傷のために断念した後、トゥール国立振付センターの芸術監督を経て1993年に、モナコ公国モンテカルロバレエ団の芸術監督に就任した。モンテカルロバレエ団は、 舞踊の作品群をはじめとする豊富なレパートリーとその美学を体現するベルニス・コペーテルスなどの有能なダンサーたちによってダンス界から注目を集めるカンパニーとなっている。1960年、トゥールに生まれる。父は画家で舞台美術も手がけていて舞踊は強い影響を受けたと語っている。父は舞踊にダンスを進め、 実景のベルトランには音楽を進めていたという、トゥールのコンセルバトワールでバレエとピアノを学び、カンヌにあるロゼラハイタワーのバレエ学校に進んだ。1977年にローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を獲得し、1978年にハンブルクバレエ団に入団してソリストとなった。 ハンブルクバレエ団には4年間在籍したが、足の負傷のためにバレエダンサーとしてのキャリアを断念して、故郷のトゥールに戻った。故郷に戻った舞踊は、振付家に転校し、その作品が認められて1983年から1989年の間、トゥールのグランバレエデューテアトル、1989年から1993年までは、 その更新にあたるトゥール国立振付センターで振付や県芸術監督を務めた。1993年、モナコ広告モンテカルロバレエ団の芸術監督に就任した。就任後のマイヨーはモンテカルロバレエ団のレパートリーにバレエリュスの有名な作品を復活させる、その後にマイヨーはバランシン、キリアン、フォーサイスなどのモダンバレエ作品を上演し、 さらに彼自身の作品を上演していった。マイオーは、定評のある公屋の作品だけではなく、若手振付への作品も、積極的に取り上げる方針を打ち出していた。それは彼自身の言葉によれば、ダンサーをダイナミックな状態に保つには、必要なことという理由からであった。マイオーにとって、モンテカルロバレエ団のバレエダンサー、ベルニス・コピエテルス及び、同僚のバレエダンサー、 ガエタン・モルロッティの二人は、単なるダンサーではなくもっと重要な存在であった。ダンスマガジン2009年5月号のインタビューで、マイオーは、この二人は、僕と仕事をするとき、驚くべきことに、僕のアイディアをさらに、遠くまで発展させてしまうのですと表し、ベルニスとガエタンは、僕の仕事から最高の質を引き出すのですと、発言していた。 コピエテルスはマイオ曜のこの発言に対して、いつも彼に驚きを与えてもらっていたから、彼に与えられた驚きをその通りにやるだけではなく、何か新たな驚きを付け加えたかったのですと、ダンスマガジン2012年6月号のインタビューで答えていた。二人をはじめとする、モンテカルロバレエ団の有能なダンサーたちは、マイオ曜に全幕物のグランドバレエに挑戦する勇気を与えた。毎曜は、 古典バレエに新しい視点からの解釈や読み直しを試み、その方法論にジョン・ノイ・マイヤーとの共通点を指摘する意見がある。モンテカルロバレエ団に振り付けた全幕物のバレエ作品にはロミオとジュリエット、シンデレラ、ラベルなどが挙げられる。そのうちロミオとジュリエットはマイがモンテカルロバレエ団に振り付けた初の全幕バレエ作品であった。この作品は 成功を収め、マイ・ヨーは振付家として世界的に認められ、モンテカルロバレエ団もダンス界から注目を集めるカンパニーとなった。オペラや演劇では上等手段となっていた中小部隊を演劇バレエに導入したのもマイ・ヨーの功績であり、それによって歴史へのレファレンスを薄めて物語に強制を与えるのがその目的であった。マイ・ヨーの作品群は、 古典バレーの新解釈などによるグランドバレーの他にアルトロカントアイ、アルトロカントツーのような抽象的な商品もある。フランス文学者の佐々木良子はダンスマガジン2009年5月号の舞台表でこの点に触れて振付家は普通アブストラクトな商品から始めて物語対策に向かうものだが毎ーの場合は逆の展開を見せているようだと評した。佐々木は マイヨーの商品について、緻密な振り付けには完成した美意識があると称賛している。2000年にマイヨーはモナコダンスフォーラムを立ち上げ、その芸術監督を務めた。このフォーラムは公演、展覧会、ワークショップ、講演会を行うダンスの国際ショーケースを目的としたもので、モンテカルロバレー団とプリンセス・グレース・クラシック・ダンス・アカデミーは定期的にこのフォーラムに参加している。 2011年、モナコ広告のカロリーヌ公場のもと、マイオーはバレエ団、アカデミー、フォーラムの3団体を統合し、創作と教育と普及を一つに結びつけたダンス芸術の方法論を実践している。マイオーは2013年にモンテカルロバレエ団芸術監督就任20年を迎え、12月に記念行事がモナコで開催された。2014年には、 ボリショイバレエ団で、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、ジャジャウマナラシの振り付けを手掛けた。マイヨーが、モンテカルロバレエ団以外のカンパニーに作品を創作したのは20年ぶりのことで、彼はこの作品のために、ドミートリー・ショスタコービチの音楽を選んだ。ただし、その音楽は、舞台用の音楽や公共曲などではなく、映画音楽から選曲したもので、マイヨーはそれらの曲の中に、 素顔のショスタコービッチを見出したという。さらにマイヨーは登場人物についても新たな知見を加え、ジャジャウマ娘キャタリーナとブライカンペトリウチオの結婚に、まつわる騒動は単なる女性調教のエピソードではなく、お互いのために必要な二人が出会う話として読み替えた。ジャジャウマならしは好評を持って迎えられ、 同年12月にはモナコでもボリショイバレエ団によって上演された。ボリショイバレエ団の他にもスウェーデン王立バレエ団、エッセンバレエ団、ウィーン国立歌劇場バレエ団、韓国国立バレエ団、アトランタバレエ団などが、マイヨーの作品をレパートリーに取り入れている。マイヨーはその功績により、様々な賞や栄典を受けている。主なものとしてはモナコ文化勲章オフィシエ。 フランスのレジオンドヌール勲章シュバリエがある。2005年にはモナコ大公アルベール2世からサンシャルル勲章シュバリエを受け、2008年にはブノワ賞で最優秀振付野賞を受賞している。以下のリストは突起がない限りモンテカルロバレー団初演である。ベルトランはトゥールのコンセルバトワールでピアノと打楽器を学んだ後に作曲の道に進んだ。1981年に マイヨが初めて振り付けた作品の音楽を担当したのをはじめ、ルソンジュやアルトロカント2などでも音楽を担当している。1975年創立。モナコに国立バレエ団を設立したいと願っていたグレースコーヒと夫レーニエサンセイの要望を受けてアカデミーデュダンセクラシックとして設立されたバレエ学校。ここで学んだダンサーには上野水香、 フリーデマン・ホーゲルなどがいる。A.B. ベルト、ランマイ用の音楽を使用。クラウディオ・モンテベルディなどの音楽を使用。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O. ダンスマガジン2009年5月号。ピアニッシモ52から56。A.B.C.D.E. バレエリュスの伝統と精神を継ぐモンテカルロバレエ団。日本舞台芸術振興会。 2015年1月29日閲覧。ABC バレー年間2002-2009年5月号。P39。ABCDEFGHIJK ジャンクリストフマイオジーンクリストフマイオ東急文化村。2015年1月31日閲覧。ジーンクリストフマイオプリデローザンヌ公式ウェブサイト。2015年1月2日閲覧。 ABC、オックスフォードバレーダンス時点ピアニッシュも550から 551ABCDEFG、ダンスマガジン2012年6月号、ピアニッシュも29から 31ABC、バレーパーフェクトガイド P36AB、バレーダンサー201ピアニッシュも56から 57ABCDE、ダンスマガジン2009年5月号、ピアニッシュも 48から 49AB ダンスマガジン2004年10月号ピアニッシモ、6から13バレエパーフェクトガイドピアニッシモ、110から111モナコ広告モンテカルロバレエ団日本舞台芸術振興会2015年1月29日閲覧2013年はモンテカルロバレエ団にとって特別な年 サイトオーフィスイエルデモナコ2015年1月31日閲覧 ABCDEF ダンスマガジン2014年11月号ピアニッシモ68から 69ABC バレー、ジャジャウマナラシがグリマルディフォーラムモナコで上演されますサイトオーフィスイエルデモナコ2015年1月31日閲覧コピーターズバーニーズレバレースで モンティ・カルロ。2014年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月23日閲覧。ジョハナ・マカバ。ベルジャンプリマ・パレリーナ・ターンズ・インストラクター・バーニーズ。コピーターズ・ハズ・インスパイアアド・メニー・オブ・ヨーロッパ。エストップ・バレース。2014年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月11日閲覧。ジーン。 クリストフ・マイオ。2015年1月11日閲覧。ジャン・クリストフ・マイオ。ラベル。クラシカ・ジャパン。2015年1月20日閲覧。モンテカルロ・バレエ団。ラック・白鳥の湖作品紹介。日本舞台芸術振興会。2015年1月31日閲覧。ありがとうございます。